こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は釈平種類にありです。釈平は秘釈のこと。人を撃つために手にしたのは棒ではなくて尺だった。様にならない様子を冷やかす言葉です。それでは今から尺兵種類にありを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。